市原英二の原万歳。今日はミボザアカシアについて詳しく解説しています。そして後半戦はミボザアカシアの鉢植えの育て方を詳しく紹介していますので、最後まで頑張ってお聞きください。それではどうぞ。はい、こんばんは。市原英二の花万歳。今日もですね、ミモザ特集やっていきたいと思います。目の前にねあるの、これ可愛かったでしょう。これ、新潟阿部園芸さんの銀葉アカシア、ミモザアカシアなんですが、このね、昨日も言ってましたけど、この、ミモザアカシアね、鉢植えで育てる方法っていうのをね、今日はね、後半戦にしっかり喋っていきたいんですけど、まずはね、この時期の、ミモザ、いろいろね、ちょっと、こう、創作してるでしょ。ミモザとアカシアなんだろうかとかね、まずね、そういったところをまずスッキリさせて、今日はね、さらに、ミモザの種類、もしくは歴史を踏まえて、すっきりさせた上で後半戦はですね、ミモザの鉢植えの、育てる方法などをね、阿部園芸さんのね、こういったね、しっかりした鉢に学びながらですね、最後にね、お伝えしていけたらいいかと思います。今日はですね、何をやるかと言いますと、ちょっともう頑張って黒板に書きましたよ。これすごいでしょ。ミモザアカシア、実際これはね、どういったものかと言いますと、これはね、世界中、まあまあほぼほぼ世界に分布してるんですけど、丸つけてるとこに分布されています。やっぱりメインはね、オーストラリア原産なんですよ。そして一番向こう側ね、アフリカ、南フランス、でも、このミモザっていうのは、生産っていうかね、原産地、植物、育っています。そして、こちらですね、ざーっと書きました。これミモザアカシア、これね、ミモザアカシアと、銀葉アカシア何がちゃうのとかね、もう名前が錯綜してるでしょ。これもう僕はね、僕自身ね、イギリス大好き人間なので、この逸話は大体分かっているんです。つまり、もともとね、これ勘違いを犯してしまうんですけど、オーストラリアのもんや、オーストラリアのもんやと思ってたんです。ところが、イギリスって前も言いましたけど、プラントハンター、世界各国でプラントをハントしていらっしゃいました。そして、この、ミモザ、このミモザって言わせていただきますけど、このミモザはね、アフリカや、南フランスでも、花が咲いてたんですよ。そして、この南フランスからイギリスに、渡ったと言われています。そして、渡った時の、このお花なんですけど、これね、実は何種類もありまして、これ、イギリスに渡った、フランスからイギリスに渡ったミモザを、これフレンチミモザ、フサアカシアと言うんです。アカシアデイルベイタと言いまして、こちらですね。アカシアデイルベイタ。このね、銀葉アカシアに比べて、もっと、何十年かな、オジギソウの葉っぱに似てたんですよ。だから、完全に、ヨーロッパのミモザっていうのは、この銀葉アカシアではないんです。つまり、よくミモザ祭りとかね、南仏プロバンスっていうかな、ミモザ祭りでいう、この、ボルメル、ミモザ、アンドリュールナブルレ、もしくはグラースまでのね、
ミモザ街道、南仏のずっとそこで栽培されてるミモザは、この銀葉アカシアではないんですよ。もうちょっと、ミモザの葉っぱっていうか、このミモザっていう意味合いっていうのは、パントマイムでこうやって動く、オジギソウの葉っぱに似てる、このフサアカシアというミモザが、実際にヨーロッパで、盛んになってるミモザなんです。そして今僕らがね、日本で出回ってるミモザっていうのはこれ銀葉アカシア。なぜこれ日本でこの銀葉アカシアっていう、このアカシアベイルヤーナっていうんですけど、もしくは紫みがかったのがパープルや、プルプルやって言われています。この銀葉アカシアがなぜ日本で出回ったかと言いますと、この銀葉アカシアは寒さに強いんですよ。どっちか言ったら、このフレンチミモザ、ちょっとオジギソウっぽい葉っぱのフサアカシアっていうかね、アカシアデイルベイタっていうのは、やや寒さに弱い。この銀葉アカシアに比べてやや弱かったということで、やっぱり日本で普及するのは寒さに強いアカシア。このミモザアカシアが、通称日本でよく出回ってるっていうミモザなんです。そして、葉っぱも、これパールアカシアとかね、真珠葉アカシアとか、細葉アカシアとか、最近では、鉢物でね、背の低いテレサとか、これも細葉アカシアになっています。こういった形でね、この南フランスからイギリスに渡ったこの黄色いお花が、オジギソウの葉っぱに似てたので、ミモザというふうに言われたのが最初の発端なんですよ。そしてこのミモザアカシアは全部いろんな種類はこんだけ3種類から4種類あると思ってください。そしてその中でも、銀葉アカシア、これが今、僕らが日本でよく出回っている、これ寒さに強い品種だったので、日本に出回ったということなんです。そしてね、これから春を告げるお花と言われていますので、一番最初に春を告げるのは世界でどこでしょうか？オーストラリアなんですよ。季節が逆転してますので、国花にもなってますからね、これ。シルバーワトゥ。葉っぱもシルバーの葉っぱ。で、もう綺麗なこの夏から秋っていうか、この9月1日にもう一発目のもうミモザ祭りなんです。世界で考えればね。そして、その後、南フランスですよ。このミモザ祭り、南仏のミモザ祭り、ミモザ街道と言われている、ボルムレ、ミモザからアンドリューフナブール、このところからグラースまでのね、これは2月から3月、約1ヶ月以上にわたって、フランスの南仏に行けば、このミモザ祭り、もしくはこの花祭りっていうかな、これに出会います。ということでね、その時に、もうね、女性の方、南フランス好きでしょ？まあ、これはね、ちょっとまた南仏オタクの女の方がいらっしゃいますので、そこからまた僕もレクチャーを受けて、ミモザ祭り、僕もね、南仏のミモザ祭りみたいにしたいなと思って、店中を3月8日に向けて、ミモザを、頑張ってね、説明していきたいなと思ってるんですけど、こういった形なんですよ。だから、日本で今出回っているミモザっていうのは、この銀葉アカシアがなぜ出回っているかと言いますと、寒さに強い品種だったということなんですよ。だから、まず、皆さんにおすすめするものといえば、この銀葉アカシアっていう、このね、アカシアが一番おすすめします。アカシアもね、何種類かあると言いましたけど、この銀葉アカシア、アカシアベイルヤンナ、ね、ディールベイタもあるんだけど、こっちは切り花品種、切り花で主にヨーロッパに、出回っている、その3月8日のね、イタリアのね、国際婦人デー、イタリア人が、皆さんがですね、女性にプレゼントする花は、
アカシアデイロベータの方だと、実際にはね。で、僕らはもうこのデイロベータじゃなくて、このベイルヤンナ、これを、主に日本では出回っているということなんです。これでね、ざっくり整理できたんじゃないかと思います。つまり僕がなぜこれ、この、ベイルヤンナをおすすめ、ベイルヤンナをおすすめしているかと言いますと、これ寒さに強いんです。ただし難点としては、鉢植えでどうやって育てたらいいのっていうことなんですよ。それをね、今日はね、解説していきたいなと思っています。前置きはちょっと長かったんですけど、後半戦手短に行きますので、まだまだちょっと聞いていただけたら嬉しいです。これね、鉢植えで育てる場合、今日はまずは剪定編に生かしていきます。鉢植えで育てる場合、これもうほんとたくさん喋らなくちゃいけないことが要件あります。ポイント1です。これ、鉢植えで育てる場合、非常に成長が早いです。そうなんです。こちらですね、まずは、水はけの良い土に植えてほしいんです。市販の培養土に、まあ僕は赤玉3割4割、もしくは腐葉土ちょっと入れておすすめします。なぜならば、土を選ばないってよく言われるんですけど、鉢植えの場合、こんな小さな鉢で育てる場合、根が回りが早い。そうすると夏場の水切れが怖いんですよ。日本っていうのはやっぱり、夏場ね、温度が上がっちゃいますので、水がすぐ切れるんですよ。水やっちゃいけないよとかよう言われるんですけど、これはね、鉢植えで育てる場合は別と思ってください。だから保水力があり、水はけがいい土っていうふうに考えていただくと、もうこれおのずと、赤玉3割入れなくちゃ怖いなと。そして夏場は、ややその土で植え替えていただいたら、もう太陽ガンガンも好きなんだけども、本当に暑い40の時期とかは、もうちょっとやや半日陰。これね、僕は観音山っていうか地元の観音山なんですけど、植わってる場所は、ちょっと塀の横ぐらいにしてるんです。例えば、こう、ぐーっと太陽ね、東から西っていうかね、太陽がぐーっと向いてくるんですが、朝日ぐらいはちょうどなんですよ。それがもう西日がガン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 当たってしまうと、夏やっぱり弱っちゃいます。それがまず、注意点。だから置き場も、鉢植えですと、西日からちょっと変えるとかね、夏場だけ要注意していただけたら嬉しいです。そして、よくね、僕いつもこの切り花ね、こういった形で、昨日もありましたけど、この葉っぱをきれいにする方法、いや、これはあまり虫つけへんからっては言ってる人もいてるんですけど、そんなことはないです。やっぱり日本の夏はね、厳しいですから、やっぱり、これはですね、オルトランであるとか、これですね、ベニカエクスプレー、ベニカネクソスプレー、こういったものをね、やってほしいです。スプレーもやって、しっかり、巻いて、足元に巻いてもらうのもしっかり、こういった虫予防は、シュッ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 と、特に夏場を迎える前っていうんかな、それあたりにね、やっていただけたら嬉しいですね。これが2点目。そして3点目なんですよ。一番今日大事なこと言います。これ、よーく見てくださいね。安倍さんのやつがなぜこんな鉢でしっかりとしているか。幹が太くて、これ頭が止まって下葉もいっぱいついてるか。これ、一つ理由があります。いきますよ。今から見せますから。じゃーん、ここ見てください、ここ。ほら。ちょうどええところにこれ黒くなってるでしょ？これ。これなんですよ。これ。本来は、こういった形で伸びてると思ってください。こういった形で。こういった形でね、伸びてたんです。
ところが安倍さんこれをチョキーンと切って、成長一番成長するところをポーンと切ったんです。そうすることによって下で葉っぱが茂ってくる、全体的に丸くなる。だから例えば皆さんの、ミモザ、飼われたミモザどんどん伸びてくると思うんですけど、これも、ここで切ってもいいんだけど、これ見てください。一番スプレーでしっかりしてる部分で、ややちょっと根元よりも1センチか2センチ上で、ポーンと切ってください。はい。こういった形にしていただくと、これ成長点を止めるっていうか、一番背の高い部分のところで止めてやりますと、横に今度広がります。そして、あとはですね、これ、この花が終わった時期にこれをしてほしいんです。剪定の時期いつなのってこれもまたよくあるんですけど、この花が咲き終わった後ぐらいに、剪定をしてください。そうしますと、これ、一応は基本的にはこの銀葉アカシアっていうのは、この3月、4月ぐらいまでで咲き終わるんですけど、これ以降は、これ、一期咲きです。ただし、四季咲きのものもありますので、アカシアっていうのは、まず剪定の時期っていうのは、今これ、一番成長点を止める時期っていうのは、花が終わった後すぐ切ってほしいんです。こういった形。そして、最後、これからなんですよ。例えば、夏の暑さを乗り越えて、まあ、花芽っていうよりは、そこからね、徐々に、もう見たらわかります。冬に近づけにつれて、こういった細かいつぼみが出てきます。ただし、全体の樹形を整えるときは、冬場、秋から冬にちっちゃくこの裾を切ってもらって、樹形を整えてもらうっていうことは、ありだと思います。冬場のうちに、こういった樹形を整えると。だから、よく、冬場に、こういった銀葉アカシアがよく出てきます。花なしでっていうかね。それは、樹形を整えてるんです。春から、ブワーンと大きなりますんでね。だから樹形を整えるっていう意味では、いつ切ってもらってもいいんですけど、まあ、言うたら夏場というよりは、この秋冬、台風が少ない時期に、剪定をしてもらうっていう、この2回で、頑張ってやってもらえば、これぐらいいいものができると思います。そしてね、あと鉢植えで一番大事なのは、これ、オーストラリア原産のマメ科と言いました。マメ科っていうのは、基本的には、肥料はどうなのって言われるんですね。これ、マメ科っていうのは、いろいろ書物読んでもらったらわかるんですけど、空気中から窒素を蓄えるっていうことの植物らしいんですね。ということで、あまり肥料はいらないと思ってください。空気中から窒素を蓄えるっていうことで、これは、大きくなりやすいっていうことなんです。だから、ただ、一番僕が重要視しているのは、マメ科っていうのは直根もので、この根がグラグラしますと、やっぱ枯れる時があるんです。それから、オーストラリアなんか行きますとね、これ、しょっちゅう倒れて枯れてますわ。これね、名前も、この、ベイルヤンナっていうぐらいですから、ベイの、まあ、海沿いでね、よく倒れてるんです。ただし、これが花の種が落ちて、またどんどん立てるので、あまり気にはされてないんですけど、それが、まあ、僕の中でのチェックポイントじゃないかなと思います。だから、小さい若い苗を飼われた時は、必ず支柱を立てて、そして、雨や風、ビュンビュンするときは、やや室内に入れてみてくださいよ。逆に言うたら、チェックポイント、春、夏、秋、冬で言えば、もうね、この春と冬っていうのはもうこういう寒さに強いですから外出していただいたらいいと思います。そして、春から夏、夏から秋の台風の時は、台風の時はちょっとね、違うところ、台風に、ね、巻き込まれない風が強い時であるとかは、
ちょっとガレージに入れて、これがグラグラしないように守っていただくということを、これだけのことをされている。結構大変ですけどね。だけどね、安倍さん、本当にね、これだけのことをされている。もっと、いろいろやられてると思うんですけどね。ここから勉強するとこれだけ すごいものできますので、やっぱりね、こんだけの苦労を考えたら、ね、僕はちょっと自分ではね、栽培できにくいかなとは思って、毎年ね、安倍さんの、このミモザを買わせていただいてるんですけど、こういった形でね、ミモザをね、皆さん育ててみませんか？切り花も楽しいですし、そしてね、こういった形でね、一輪挿しも楽しいですしね、面白いですよ。こういった形でね、花瓶に生けてみたりね、非常にね、ミモザ、ほんと楽しいお花なんで、この3月8日と言わず、もうね、世界ではね、9月1日からやってますから、もういつでもどこでもミモザがあるときはお花を送ってください。告白に、このミモザ使ってみてはいかがですか？それではね、今日はね、この素晴らしいミモザを見ながらお別れしたいと思います。